第2レーン平井健一君ニューモード、第3レーン山本康人君豊田修一君愛知県中学校教員、第4レーン住谷麻央君日本ウェルネス、第5レーン岸本隆之君富士通、第6レーン小西裕太君地域の健康、第7レーン宮崎裕太君宮崎高校教員、第8レーン矢野秀樹君新潟アルプレックス RC、 第9レーン吉田和明君大阪バスケ、今日初めてのワンピングワード決勝です。4年の選手権は前回チャンピオンであります。5年岸本君、大会連続出場者です。